楽しく元気でチャレンジャーのあこばあちゃんです。元の隅神社に来ました。あそこに行きますよ。ほらすごいでしょう、うん、この鳥居で何本もあるって言ったら鳥居だね、うん、じゃあ行きましょう。はい、出発。はい、うん、今から行きます。あそこまで。結構滑ります。登りました。綺麗ね。すごいです、こっから。まあ、そして学んと見晴らしのいいこと。うん。すごい、すごいね。もう勝手にあそこまで行くおばあちゃんです。石の分析までしてます。もう誰も手を貸しません昔からこんなのあった、あったんやろうけど、誰もいつ頃こういう風なお神社ができて、うん、でしたね。ねえ、あのあれブリーズとか言ったら今日は28年とか9年とかで入ってる、うん、私が成人式前後や、そうなの。これがゼンマイよ。ゼンマイ。ゼンマイ。葉っぱが広がった。こうして丸くなったのがあるやろ、ゼンマイ。あれが、葉っぱが大きくなってこない。はい、いろいろ教えていただいてありがとうございます。あの88歳と思いません。
蟹が入るよ、蟹が。蟹が。どこ？もう下の今歩き合いをしてたんですけど。蟹が。ここがこう上がるよ、ないと。ここからこんなに海が見えます、景色がね、うん、これは何が見えるの？ねえ、何だろうね。カニがあそこ。どこどこ？カニがいっぱい石のようにおるじゃん。カニ、ほんとだ。水際にいっぱいおるじゃん。あら、ほんとだ。いや、その下もすごいおるよ。うん、その水際にずっと。うん、うわ、こんなのもさ、おばあちゃんが言わないと気づかないわ、私たち。ねえ、やっぱりいろんなところに興味があるって素晴らしいね。結構歩いたね。何段あった？今ここで55。もう行きますか。はいはいはい。何だなったか。食べました。何だなったか。で、120。77。惜しい。惜しい。はい。もうちょっと。あの、これ、坂は別よ。あ、はい、じゃあ。